ミリアン・フォン・アルコ・ファーライ伯爵。1831年ヨハン・マク・シミリアン・ヨーゼフ・マリア・フィリップ・クレメンス。フォン・ウント・ツ・アルコ・アオフ・ファーライは、ドイツ・バイエルン王国の大土地所有者、政治家。伯爵。ミュンヘンのビルヘルム中等教育学校で1823年、アビトゥーア資格を取得。ストラスブール大学、ランツフート大学に留学するが、1826年には、 ミュンヘン大学に戻った。同年、学生組合コーアスイザリアに加入した。1828年より、バイエルン参議院議員を就寝で務めた。また1868年から1870年まで、関税議会のシュバーベン参議選出の議員を務めた。カトリック保守派のバイエルン外国党の代表的、存在だった。オーバーエスターライヒ州のザンクト・マルティン及び、 アウロルツ・ミュンスター、バイエルンのファーライ、アードルドルフ、マルガースドルフ、オーバー・ケルンバッハ及びバウムガルテンの領主であった。また、南ドイツ土地信用銀行の共同設立者にもなお、連ねた。カール・フォン・アルコ・アオフ・ファーライ伯爵とその妻の伯爵霊嬢、マリア・アンナ・フォン・ザインスハイムの間の一人息子。バイエルン選定公ン防人、マリア・レオポルディーネは、ギリノバにあたり、 その二人の息子、アロイス・フォン・アルコ・シュテッペルク及び、マクシミリアン・フォン・アルコ・チンネ・ベルクとは、重慶弟同士である。1832年6月11日ボローニャで、伯爵令嬢、アンナ・マレスカルキと結婚。アンナの父方祖父、フェルディナンド・マレスカルキ伯爵、母方祖母、グロポリ公爵夫人、アンナ・ピエーリ・ブリニョー・レサーレはいずれもフランス第一、帝世紀に活躍した。 イタリア人であった。夫妻の間には8人の子があった。マックス・リー社、大メトリキルンデア・オバーク・レシンで、ミルヘルムス・ギムネジアムズ・イン,ミュン,ヘン,ヨンブド・ミュンヘン、4部度、ミュンヘン19701976、BD3、S260、コズナ・ーコルリッスン1910、173、133。ありがとうございます。